今日はね、新しいガジェットの紹介です。これ。は、何かというと、釣り人さんも最近よく使うようになったアクションカメラ。ね。まあ、最も有名なのが GoPro。うん。僕も GoPro 初代機買って、2代目も買って。ところがね、最近 GoPro 僕ほとんど使わなくなったんですよ。使わなくなったの。なぜなら、こういうインスタ360ONE ね、1と3の1です。インスタ360ONEX というね、素晴らしいものができたので、で、これを使い出すと、とっても編集上便利なので、GoPro をね、GoPro 結構、頭につけてもでっかいし、胸につけてもハーネスがいるし、いろいろと支度も大変な上にこうバッテリーの持ちが悪いから、撮影時間も短かったり、ね。で、その辺もあるもんですから、最近は普通のビデオカメラを1台立てて、これをね、これはね、自撮り棒が専用のものがあって、それにくっつけるんだけど、こういうやつね。で、これはまあ、2分割できるんです。で、この下の部分は三脚になってる。で、ここにネジ穴があるから、こうもつけれるわけですね。うん。まあ、あとでね、この360度カメラで映した映像がどういう風になるのかっていうのは、まあ、後で見ていただくんですけども、まあ、こういう形。で、これを自撮り棒で延長してやるんですね。こっちの先端に立てると、これはインスタ360というメーカーさんのオリジナルの自撮り棒なんですけど、これ 1.2 メーターまで伸びるんです。で、超広角レンズなので、1.2 メーター伸ばすと、どういうふうに映るかっていうのが、これがなかなか強烈でね、うん、今までソニーの家庭用のビデオカメラで、20フィート、25フィートぐらいのボートの上での撮影とかしてたらね、その撮影距離が足りなくて、狭いもんだから画角がうまくいかなかったのが、こいつだともう船全体が入るぐらい。これを横に突き出しておけば、20フィート、23フィートぐらいの船はね、前から後ろまで全部撮影できちゃうのよ。まあそういうのもあって、これを僕結構使い出したんです。この自撮り棒と超広角レンズと、360度、カメラっていうところが、はい、まあこれは後で見ていただきましょう。で、これでやってたんですけど、この度インスタさんからまた新しいガジェットが出る。で、インスタ365という機種なんです。これがなんぞや。これがね、今まで GoPro が請け負ってた仕事、まあ僕がね、僕の使い方なんだけど、GoPro が請け負ってた仕事をね、もっと簡素に手軽にやってくれるっていうのが分かったので、早速導入したんです。まだ買ったばっかりです。こんなちっちゃいんだ、これ。親指サイズ。はい。で、GoPro 持ってる人は分かると思うんだけど、まずこう、ヘッドギアにしてつけたりするよね。これがね、専用の、フォルダがあるんだ。今日の動画のために撮影してきたので、このフラットキャップのここの部分にフォルダつけてるんですよ。はい。で、ここへ、こうやってセットするだけ。まあ、こういうふうにね、頭につけて、こう、自分の顔が動いた方向の画角が自然に撮れるっていうのがこれ良さですよね。うん。で、これで、つって、ファイトしてるところがね、自撮りもできるし、こういうフォルダーもあるんですよ。これこういうふうにペンダント型になってて、ここがマグネットになってるのね。だから、このカメラを、ここへ付けれちゃうわけ。こんな感じ。うん。カメラ位置をここにしたいときはこれ。で、これも当然紐で調節できるので、こう短くしておいて、
これをシャツの中に入れといてもいいよね。で、この上からマグネットでくっつくので。はい。で、ワンタッチ撮影がついたでしょ。で、点滅。これで30秒間撮影するんだ。で、30秒経つと、自動的に消えちゃうの。そうすると、また撮りたい時にポンと押すだけなんだ。これがいい。これがね、GoPro に比べたらね、ずっとずっと、快適簡単。うん。で、例えばこう、いつ釣れるかわかんないのに、ずっとね、カメラ回すのって大変じゃない？うん。僕なんかほら、仕事でね、皆さんに見てもらうために、たとえ一人の調光の時でも、ソニーのちゃんとしたビデオカメラを三脚で立てて、定点で据えて、ね。で、それとは別に、足元のバッカーにこれを立てといて、今度は別角度から撮れるようにしといて、で、なおかつ自分目線で撮りたい時にはこれを、GoPro つけてっていうのがもうフルセットなわけなんだけど、ここの一番手元カメラ、いつ釣れるか分かんない状態でカメラ1台、GoPro1 台で、やるときに、なんだろうな、撮影チャンスを逃さないためには、もう、いかに簡単であるべきか。もうこれ30秒経ってるから聞いてるでしょ。ヒットあったらもうその瞬間パンと押せへんです。ほら、ついた。こっからもう撮影できるわけ。30秒間。で、魚が大きくて30秒超えちゃったら、もう一回ピッと押せばいいわ。ね。さて、ではね、このちっこいカメラにで撮影した映像をどうやって、パソコンなりね、に取り込むのかなんですけど、これね、実はほぼ iPhone 専用って言って良いようなカメラなんです。カメラを本体側にね、マグネットついてますから、ポッコンって入れます。で、こっち側に実はライトニングのつなぐだけ、iPhone の方にインスタ365のアプリを入れるんです。入れて、立ち上げといて、これを差し込むと、もう本当にちょんちょんぐらいで簡単に画像取り込みができる。ね。そこがすごい。で、中に自動編集機能もそのアプリの中ついてるので、自動編集して、そのまま YouTube にポーンとアップなんてこともね、できるぐらいね、簡単になってるんです。どうやら Android 機で使うのは、いろいろと障壁があってね、難しいとかいう話ですので、まあ特に iPhone ユーザーさんにおすすめです。ということでね、この3台を、今日は2台だ。インスタ 361X とインスタ365の2台を使って、ワンコの散歩動画を、釣りの場面だと。で、変換してちょっと想像してみてください。はい。では編集画面をね。ご覧ください。おいしい子。
抹茶食わないけど、トンチョンからのコンビッチだ。なんだ、あんまり人のない手数やりなかったから。